千誠高等学校は大阪府池田市にある私立女子高等学校。2020年度で100周年を迎えた千誠高等学校は新校舎が完成し、制服も新しくなった。新しい制服はコーディネートを楽しめるアイテムやカラー、機能性などにこだわっている。夏スカートはスコットランドのロキャロン社とタイアップしたオリジナルのタータンチェックを使用している。2020年度は定員280名に対し412名が入学。洗顔充足率は 131.8%。大阪府内の女子校の中では1位であった。普通科を設置し、総合、アニメアート、保育系進学、看護医療、特進の各コースがある。千誠高等学校は、弘法大師の平和社会建設の精神の実践と、宗教的情操による人格完成を目指して、大正9年に創立した伝統校である。100年以上の歴史を有する、千誠高等学校は品格ある人格形成を目指し、社会で活躍できる女性を育成するため、大正9年、地域の方々の寄付により、千誠学校として現在の地に創建された。慈愛の精神を大切にし、円満な人格を備え、実用的な能力と豊かな教養を身につけた、明るく健康で心優しい女性を育成し、社会に貢献するという見学の精神を柱としている。千誠では女性が社会で輝き、活躍できるようなキャリア教育を実践している。ハンドボール部は2007年のインターハイでは準決勝に進出した。第79回全国高等学校野球選手権大会、第78回選抜高等学校野球大会。第80回記念選抜高等学校野球大会において、吹奏楽部が履正社高等学校のアルプススタンドに友情出演した。ありがとうございます。